皆さんは女子少年院をご存知でしょうか。非行で保護処分となった少女たちが生活するこの施設で、将来を見据えて前を向く一人の少女の歩みを追いました。関東の女子少年院で生活するさくらさん。この秋、高校卒業程度認定試験、いわゆる高卒認定試験に向けて勉強していました。警察沙汰を起こして保護処分となり、少年院に入りました。周りに流されたり、自分の意見を持たなかったり、自分がもう面倒くさいって思ったら、もう大事なことでも全て投げ出してた。自分勝手なことをしたと思います。さくらさんはそう振り返りました。女子少年院には窃盗や傷害などの非行で保護処分となった少女たちが生活しています。平均の在院期間はおよそ11ヶ月。女子の場合、男子に比べて親などから虐待を受けたケースが多いと言われています。大人への信頼を作り直すため、個別担任の教官がじっくり関わり、家庭的な雰囲気の下で教育や職業訓練に力を入れています。取り組みの一つが高卒認定試験。合格すれば大学への進学や公務員試験の受験など、社会復帰に向けた選択肢が広がります。試験が迫った11月。こんにちは、お願いします。少年院と連携する NPO 法人がさくらさんの学習支援をしていました。使う参考書はその都度入念にチェックされます。いつも間違えるんですか？でもいいじゃない。いつもここでつまずくんだったら、ここさえ押さえておけばさ、点数取れるから。さくらさんはここで生活するうちに、大学に進学して児童養護施設の職員になりたいと考えるようになりました。子どもたちがいろんな思いで施設に暮らしてるんだなとか、親にひどいことをされたのに、それでも大人を信じれるんだっていう。ここに入ってきてからすぐは大人のことはあんまり好きではなかったので、あ、私も一緒だなって思います。子どもたちの、心の支えになれたらいいなって。自分の内面に向き合う日々。勉強はなりたい自分になるための一筋の光です。自分でも勉強はできるんだっていう自信がついて、徐々に、あ、自分にも可能性はあるんだなっていうものにことに気づきました。高卒認定試験は合格するまで何度でも受けることができます。そこで法務省は民間と協力し、少年院を出ても希望すれば最長で1年間個別に学習を支援する事業に乗り出しました。社会に出た時に、ああ、やっぱここでは受け入れてもらえないんだっていうふうに感じてしまうことが結構あるんですね。勉強を見てもらうことによって、ああ、私はまだ見守ってもらえてるっていう安心感につながることは確実にあるんじゃないかなと思います。11月、さくらさんは少年院で高卒認定試験を受けました。緊張してたんですけど、試験当日は受け入れてほしいからこそ頑張るっていう気持ちでいます。もし受かったら、まず最初に担任の先生に報告したい。その後に家族に手紙を書いて、あんなにすでに投げ出してたのによく頑張ったね、多分褒めてもらえるかなって。
過去を背負いながら、過去と向き合いながら、さくらさんは少しずつ前に進んでいます。さくらさんは先日無事に合格通知を受け取りました。今後は大学受験に向けて勉強を続けていくということです。Jちゃん、10月から新たに生まれ変わるスーパー J チャンネル、私たちがお伝えします。